今日はですね、集落に訪れてます。こんな道です。いやこれ待って、ワンチャンこれ敵が取られるな。どうしよう、やば。待って、無理、待って、ちょっと待って。建物の周りめっちゃ人います。静けさが無理。はい、何か言いました？誰ですか？じゃあ行きましょう。めちゃくちゃ揺れるから、ちょっと GoPro なんである程度揺れを防げると思うんですけど、そのレベルじゃないんで、ちょっとご了承いただけたらと思います。もう超重捨てやから、もうこのグリップ効いたやつじゃないと走られん。うわ、危ねえ、マジで。うつらん。落ちいける？大丈夫です。行きます。見てこれ、やばいから。あ、これもう無理や。無理ですね。うわぁ。発生出ました。あれはちょっときついな、もう。もう、これはどうすることもできないですね。大体もう、1.5 メーターぐらいしか道幅もないんで、これ以上進むのは危険ですね。結局ここから歩きか。すごいな。うわぁ、出てきたな。あるある。なあ、寒川集落、もう2年前とはまるっきり変わってるな。そうですね、こんなに荒れてはなかったですね。まあ荒れてましたけど、でも道はあったやん。これ今でもこのカメラ越しにはちょっと伝わりづらいかもしれんけど、もうなんていうかな、この枝が伸びて道がちょっと塞がれてるから、夜来たらここに階段があるって気づかんかもな。でこれ前回も見たあれやな、定点カメラ置いた場所かな。相変わらずの雰囲気やな。入り口しっかり残ってます。見てください、かなり綺麗ですけどね。めちゃくちゃしっかり残ってるよ。お家ですね。学校どんな感じなんやろな。畳ちょっと残ってるやん。
いや、普通に隣に残ってくさ。ああ生活感ある状態でこれ出て行って、ほんでもう床とかが腐って、はい、まあ、潰れてしまったって感じだな。ちょっとあれですね、揺れますね。で、まあこれが台所ですね。なかなか今日危険な撮影やな。そうですね、ここの家もうすでにもうめちゃめちゃ気持ち悪いやんこれ。この薄暗い感じが、ちょっと奇妙やな。で、これを上がった右手に、あったあった。こうやって見たら、ここだけが本当に、いや本当っすね、暗くて分かんなかったですけど、こんな立派なんやな。中はちょっと荒れてるものの、他の建物と同じ時にできてるのにさ、ここだけこんなに綺麗な状態で残ってるんやな。建物かな、今のものすごい音する。建物やな。学校じゃないですか。あれ学校かな。奥のあの備えてるやつ見て、めっちゃ綺麗な。最近誰か来られたんやな。まあ、未だに神様残ってはるんやろな。じゃないとこれ維持できへんでしょ。で、これが前回デーゴさんが待っていた場所やな。もう壁なくなってるやん。本当っすね。外からここ見えへんかったのに。扉ありましたもん、ま、なあこっからな。もうだってして見て、ほら、まあ、床が抜けてんのとかはあったけど、あそこまでもなあひどくはなかったよね。これ大丈夫？これ事故ってないですか？大丈夫ですか？これすごいな。やっぱりさっき物音聞こえたん学校やな。そうです、ね、そこも学校の門やからさ、その辺りから聞こえたから。で、その前にここか。こうやって見たらなんかこういうなんていうの、これランタンっていうのかな。はい、いろんなものが残されてるね。で、この場所が前回僕がいた場所ですね。はい、ちょっとやばそうですね。で、今ちょっと、10時15分ですかね、ここからちょっと撮影をしたいと思います。めちゃくちゃ気持ち悪い。えぐい、寒気止まらん。台所と玄関の方からもう異常なぐらい
人の気配があってこっち見てんのやろなっていうそんな気がめっちゃするんですよ。待って、無理無理無理、待って、ちょっと待って、建物の周りめっちゃ人います。ちょっと待って、そっち違和感ない？あの時、まあ、ディエゴがあの50メーター離れた方の家にいて、で、僕がこの家にいて、で、ちょうどトランシーバーどれだけ届くかな、みたいな話で歩いてきた時に、まあ、ここで、まあ、その声が入ったわけですよね。まあ、バグっていう話ですけど、まあ、あれは、あの状況でな。いや、それもそうですし、タイミングももう、絶妙すぎてさ、はい。もうここにいる霊がもともとおばあさんって言われていて、で実際にディエゴのおばあさんっていうのが浮かんでいて、で僕ももう相当結構ねもう参ってたんですよね、前提にすでに。なのでもうあの状況でいきなりあんな声が聞こえたら本当にもう心臓飛び出るぐらいやばかったですね。ここやね、ちょっと見て、カーテン揺れてないよね。で、風も全然今ないのよ。まさにこの音かな。はい。ああ、それっすね。うん。もう僕は、その外側見えなかったんで、カーテンとかで。どっからドアが開いてる音が鳴ってるのかって聞こえなかったんですけど、今思うと、この、ガラ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 みたいな、はい、あ、だってよう見たらここ扉ないもんな。そこなんやって考えたら周りにほんまに足音と走ってる音すごかったのよ。でも囲まれてるっていうぐらいほんとすごかったんですけど、玄関から誰か来てる、ドア開いたみたいなこと言うてるんですけど、もうダイレクトにそこのドア開けようとしちゃったってこと。完全に窓開く音してますからね。もうすごい、もうもろガラ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 。待って、無理無理無理、待って、ちょっと待って。しかもあの時だけあんなに突風吹いてるっていうのがまた怖いな。ただどちらにしてもさ、はい、なんかどこの家がやばいとか、なんか神社がやばいとか学校がやばいとか特定の場所じゃなくて、ここの場合どこにおってもやばかった。そうですね、うん、もう終始ここでも俺声聞こえてん、確か女性の人の声聞こえてんね。もうここもだいぶ変わったな。あー、こんなんありましたね。うん、あれもねしっかり残ってたはずなんですよ。今音符が落ちちゃってますけど、楽譜っていうの、はい、これこうか、これちゃんと残ってたよな、確か残ってた気がします。そんなバキバキなんてしてなかったよな。学校も見て、学校もほぼ倒壊してますね、これも。前だって入れましたもん、普通に。そうそう、入り口が行けてたけど、これも入り口すらもダメになったからな。うわー、こんななってませんでしたね。なってない、なってない。こっち側の廊下は確かこっち側な、はい、全部崩れとって床が。でもこっち側とかは行けてて、はい、で奥に行くにつれて崩れていってたってイメージだけど、もう今入り口がもう完全に落ちちゃってますね。学校があったんやな、寒川小中学校。一部をこれだから残しておいたんやろな、そういう場所なんやろ。え、ちょっと待って、建物あるぞ。あれ、建物あるな、これ。だから明治から残ってる建物ってことやんな、もう。はい、わざわざ作り替えへんやろ、だって木造建てですもん。うわ、
学校だ。ちゃんと。ちょっとまあ危ないけどあれかな。ちょっと落書きえぐっ。うわ。何これ何これ。今までの落書きとなんか違う。チョークで書いてる。チョークで書いてる。横から見ようか。かすかに隙間からまだ廊下の様子を伺えますね。ああ、そうそうそう、あの黒板みたいなやつ、壁にいっぱい落書きしてるの見えますかね、これ。そうそう、この部屋は普通に生きてたもん。夜やったらなかなかはっきりと見えないものが今しっかり確認することができるんで、ここもこんな崩れてなかったと思うねんな。まるっきり変わってるな。あ、ここや。覚えてる？はい。このちょうど間の道がこれ階段になってるんですよね。でここをずっと上がっていたところに何かあるんじゃないかと思って僕は探しに行くんですけど、結局建物なんか何も残ってないんですよ。ただそこで確か写真かなんかを撮った時にちょっと心霊写真っぽいものが写って、でそのあたりからかな、なんかここに何か絶対あるっていう、何を探してて何を求めてるのかもわかんないんですけど、ちょっとね自分がおかしくなった場所ですね。で結果一番上まで危ない道を通りながらも登っていったんですよ。もう本当に記憶はしっかりと残ってますね。でそんなとこ登って危ないですよなんか言われながらも上に何かを求めていくんですよ。結果何もないんですよ。一体まあなんであんな行動を取ったんかって、その場所ですね。これはめっちゃこっち違和感感じるな。ちょっと見えてる。なんかの敷地やんな、これもな。はい。なんか人の話声みたいな聞こえんな、ちょいちょい。ん？マジっすか？聞こえる聞こえる、さっきからちょいちょい。小学校上がる時も女の人の声聞こえた。だからそのタイミングで俺急にここであの女性の霊徘徊してるみたいですよ、なんか言うたよ、はい、それで思い出したよ。今こうやって昼間になおかつ体勢がついた今、改めてこの場所に昼間来た時にこんなに小さかったんやって今思ってます。想像以上に小さかった。そうですね、うん、これ以上の規模の場所っていうのはいろいろあったんで、この範囲であんだけのことがちょっと起きてたんや、ほんとそんな考える余裕もあの時にはなかったっていう。あのところ夜になったらもうどうなるのかっていう話かなとは、はい、なので夜は今回本当にせっかくまあこの遠いところまで来てるんで、もうできる限りの検証をちょっとしっかりしていこうかなと。本当に一番怖かった場所だからこそ、もう普段やらないぐらいしっかりとちょっと検証を気合い入れてやっていこうと思います。じゃあ一旦ちょっと山下るか。はい、ということで今から僕たちは下山します。で今この傘置いてる場所に、定点カメラ1台置いてます。ただいまの時刻が、夕方の5時です。で次ここに戻ってくるのは7時間後の深夜12時です。それまでこの定点カメラと、センサーライト置きっぱなしにしておきます。
はい、ということで、ですね、まあ、前回の動画と、今回まあ昼間の動画で、まあ見比べていった動画となったんですが、なぜまあこれ昼間に行ったかというと、もうあれからまあ2年が経つんですよね。なので、もう足元がすごい悪いのか、道はあるのか、あらかじめまあ、ロケハンですよね、どんな感じかっていうのを、まあ、ちょっと先に見に行ったっていう、まあ、そんな感じですね。ただやっぱり2年前と比べてもう随分変わってました。前までしっかり残っていた学校であったりとか建物、そういったものももうだいぶね、崩れてしまっていると。で今ですね、なぜこの深夜12時に再びやってきたかと言いますと、今回この場所でテント泊、こちらをやっていきたいなと思います。前回、うわちょっとやめて、トリフィールド反応する。ここでやっぱズバ抜けて、先ほどのあのトリフィールドが反応した場所、そこがもうおかしいですね。何怖いって怖いって。でも、おお、ほら足音聞こえる。ちょっと誰かいますか。ちょっと今から始まるの、お前ガチで震えてんねんけど、これちょっとマジかもしれない。やばい、ちょっと待って、こっちもなってる。ちょっと待って、やばいね、無理無理、これはちょっと